はい、それでは見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはレシーブからの、はい、必勝パターン。いやー、レシーブから得点を積み重ねていこうというそのパターンについて、はい、今回第1弾やっていきたいと思います。はい、第1弾第1弾続きもありますってことですね。そうです。ソフトテニスは、はい、必ず、はい、サーブとレシーブから始まります。そうですね、うん、そのレシーブをしっかりとね、はい、攻めることができれば、はい、レシーブゲームをねこう落とすことなく試合を有利に運べるようになりますよね、はい、で今回の動画では、はい、そのレシーブゲームを取るために、はい、レシーブのコースについて、はい、どこに返していくかというそのセオリーについて、はい、内海コーチ、はい、教えてもらいたいと思います。はい、お願いします。でこの動画をご覧の皆さんは、はい、レシーブのコースでどこに返そうかなって迷ったことってありませんかね。絶対あると思います。ありますよね。僕もレシーブが基本苦手な人間なので、はい、いつも悩んでました。ゼーレシーブのことが特にじゃないですか。特に大事な場面、ま、大事な場面でしか来ないですね。回ってくるの、はい、でどこに打とうってやっぱ悩んでると、はい、やっぱりこうミスにつながってしまうってことも、うん、はい、全員の皆さんだけじゃなくて、はい、公演の皆さんも、まあ、多くあるんじゃないかなと思います、はい、まあ、実際にこう、ね、悩みながらレシーブ打って全員にパコーンとか決められるとうわそこじゃなかった間違ったみたいになることも結構あると思うんですよね、はい、今回の動画は、まあ、そういったね後悔とか、はい、まあ、迷いをなくすための方法を、はい、内海コーチに教えてもらいたいと思いますので、はい、レシーブでも迷いたくない自信を持って攻めていきたいっていう方は、はい、ぜひ動画の方最後までご覧ください。それではやっていきましょう。はい、せーの、ラッシュ。はい、それでは実際にですねレシーブのコースについて紹介させていただこうと思います。今回紹介させていただくレシーブのコースは後衛サーブ、ゼーレシーブのコースになります。レシーブといってもですねファーストのレシーブやセカンドのレシーブ、カットのレシーブや多くの種類やコースに対するレシーブっていうものが存在いたします。これらのですねここに来たらここ、カットサーブだったらここっていうのをですね全部伝えさせていただきたいんですが、それを全部伝えてしまうと少しですね動画の時間がどうしても長くなってしまいますので、今回はですね後衛サーブ、ゼーエーレシーブ、返球の場所、コースについて紹介させていただこうと思います。でもしそれ以外もですねぜひ知りたいんだっていうことであれば、今大好評中のですねオンライン塾30日間無料でさせていただいておりますので、そこに入塾いただければそういった情報もキャッチできますので、他の人よりは一歩先に行きたいっていう人はですねぜひ入塾ご検討ください。はい、それではですね実際にセカンドサーブを打ってもらってどこに打つべきなのかっていうのを実践を交えながら紹介させていただこうと思います。まずはですね逆クロスに来た時のレシーブコースからになります。ではまず実際にやっていきます。まずですね逆クロスに来た時におすすめなのはストレートロブになります。でまずなんでこのストレートロブが有効なのかというと、基本逆クロスから打ちますってなった時フォアレシーブが得意な人多いと思うんです。バックよりもフォアの方が得意っていう人が多いと思うんですが、で回り込んで打つことが多いと思うんですが、で回り込んで打った時にですね回り込むっていうことは体が左側に流れてるということなので、その状態で逆クロスに打ってしまうとセンターがすごくコース空いてしまいます。ですのでそこではなくてストレートにロブを打つことで、自分がまっすぐボールに向かって走っていくだけで前衛がしっかりポジションにつくことができて、次のボールをしっかり勝負ができるようになりやすいので、逆クロスにサーブが来た時にはストレートにロブを打つというのがおすすめです。次セカンドサーブがセンターに来た時のコースについて紹介させていただきます。えぐい、えぐい、今回はですねセンターに来た時は逆クロスに打つというのがおすすめです。センターから逆クロスに打つとあまり角度はつ
きにくいんですが、相手が回り込んだとしてもバックだとしても次こっちがしっかり攻めているので真ん中目に甘いボールが返ってくることが多くなります。ですのでここでしっかり逆クロスに打ってそのまま前に行くことで自分の周りにボールが飛んできやすくなるので、その後のボールを自分で決めれるような展開流れになりやすいので、センターに来た時には逆クロスに打つということを意識していただければと思います。でですね、今2コースの、打つコースを紹介させていただいたんですが、見ているですね視聴者の皆様はもっとですね違うコースの方がいいんじゃないのっていう声もあると思います。なのでなんでそっちのコースじゃないのかっていうところも踏まえてですね、何個かそのコース紹介させていただこうと思うんですが、まずはですね逆クロスに来た時にストレートルーブよりもさらに逆クロスに打てば角度がいっぱいつくので逆クロスの方がいいんじゃないかっていう人もいると思います。なので一回そこですね実際にやってみようと思います。さあ、はい、はい、はい、うわー、さあ、はい、はい、うわー、今みたいにですね逆クロスから攻めてるんですよ僕を必死に。ただ次センター抜かれてしまうんですよどうしても。やっぱり自分がもうコートの外から打ってるとセンターがもうすごく空いてしまって自分の後衛の守備範囲がめちゃくちゃ広くなってしまいます。なので逆クロスから逆クロスに打つことはあまりおすすめじゃないかなっていうところです。でもし打つのであればバックで引っ張るのであればバックだとここの同じここの打点だとしてもバックだとここで打ててフォアだとここになるので体が2、3体分っていうんですかねそれぐらい横の距離が変わってくるので、もし打つんだったらバックであればセンターも次ケアできるので OK です。次ですねセンターに来た時に逆クロスじゃなくてセンターに攻めた方がいいんじゃないかなっていう声もあると思うので、次はそこの紹介をさせていただきます。はい、おい、はい、おい、今みたいにですねセンターからセンターに打つと次逆クロスに来た時にボールがすごく遠くなってしまいます。なのでここからの時にはセンターに打つよりも逆クロスに打った方がいいです。でこの部分をですね少しもっと分かりやすく後ろからどれだけネットの上を通ってるのかだけ最後紹介させていただきます。はい、では実際に逆クロスに打ったレシーブとセンターに打ったレシーブでどれだけ距離が違うのかっていうのを後衛目線から見てみようと思います。で逆クロスに打った時にブラシがあると思うんですがそこを狙うということにします。で実際に逆クロスからブラシを狙うと背からするとこれぐらいです。なので今塾長が立ってる場所あそこですよね。そこからここに行くともう一歩で取られます。なので塾長はそのまま動かないでいただいて、次はですね塾長の場所一歩も動いてないです。じゃあここから同じところを狙ってみます。はい、はい、分かりますか。こんなに距離が違うんですよ。なのでよく前衛の人で僕ボレー取れないんですよとか相手のコースが読めないんですっていう人いると思うんですが、それはそもそもレシーブのところから自分が取りにくいところに打ってしまってて、それが原因でボレーができてないっていう可能性もあるので、今ですね逆クロスからの目線とセンターからの目線、2つの目線、後衛の目線で皆さん見ていただいた時に、あ、同じポジションでもこんなに見え方が違うんだっていう発見があったと思います。なのでその後衛からどう見えてるのかっていうのも考えてレシーブコースを決めるっていうのはとても大事なことになりますので、そういった目線でもレシーブを考えるようにしてみていただければと思います。以上です。はい、内山コーチありがとうございました。ありがとうございました。このレシーブのセオリー、はい、今回は、はい、まあ、後衛サーブ、前衛レシーブの前衛が前に立ってるパターンの、はい、コースを教えてもらいました、はい、もう一回最後に復習をすると、逆クロスに来た時は
ストレートローブ、センターに来た時は逆クロスのレシーブが、はい、まあおすすめのコースですよ、はい、っていうことですよね、はい、そこに打つと、まあ、有利に展開が進めれますよ、はい、でそこじゃないコースに打った時に、はい、こうなってしまうケースがあるっていうバットパターンも紹介していただいたので、はいはい、すごくね分かりやすかったなと思うので皆さん参考にして、はい、これ結構知ってる知ってないだけで、はい、セオリーっていうのは数学で言えば計算の公式みたいな、そうですね、ね、はい、感じなので公式を知ってると応用も効きますし、はい、でも公式知らないと、ね、問題も解けないので、こういうの知らないと、はい、なんとなくそこに打つみたいな、うん、空いてるからとか、はい、そんな単純な理由になっちゃうので、はい、こういうのを知っておくだけでも、はい、勝つ確率ですね、全然グッと変わってくるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんも参考にしてみてください、はい、では最後に Q&A コーナー、はい、今回はこんな質問がありました、はい、AOXYZ さん、ストレートと、はい、ストレートとクロスの打ち方が分からず、ストレートに打ちたいのにミドルやクロスに飛んでしまい、あ、なるほど、ストレートランだとかがうまくできないので、はい、打ち方のコツを教えてほしいですという質問がありました、はい、ストレートに打ちたいんだけど引っ張っちゃうんですね、引っ張っちゃうんですね、ミドルとかクロスに飛んじゃう、うん、どうでしょう、なんか内山コーチアドバイスありますか。そうですね、まず大事なことは、はい、AOXYZ さんは、はい、普通の一本打ちの時には多分ストレートに打つっていうことはできているんだと思います。そうですね、はい、じゃあその時に実際に自分がどの足のスタンスで打ってて、はい、打点はどこなのかっていうのを今一度見直してみるといいかなと思います。やっぱりこの自分がストレートに打ちやすい打点と足の構えは絶対あるはずなんですが、うん、そこに飛んでいかないということは、うん、そもそもこの足の向きが違ったり、うん、打点が違うっていう、普段ストレートに打ってるのと違う形で打ってるっていうことが考えられるので、そういったのを見直すためにも一回ストレートで自分はどこで打ってるのかっていうのを見直すといいかなと思います、はいはい、最初の一本打ちの時から、はい、もしクロスからストレートに打ちたいのであれば、はい、一本打ちの時から球出しをクロス側から投げてもらえば、はい、それでストレートに打つ感覚を養うことができるので、はい、そういった一本打ちの球出す場所を変えるだけでもいい練習になるかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、AOXYZ さんこれを参考にやってみてください、はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います、はい、気をつけ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。セオリーを極めてチャンピオンになろう。 It's a small world